どうも皆さんこんにちは、着スです。本日はですね、毎月29日は ANA 感謝の日ということで、ANA はですね、毎月ね、29日やっているわけなんですけども、本日はですね、9月の28日ということで、先ほどね、更新されまして、減額マイルキャンペーンのね、詳細が分かったっていうふうになっておりまして、今回ですね、 羽田沖縄路線とかもですね、幻覚マイルキャンペーンのね、対象路線に入っているっていうふうになりますんで、気になってる方はね、結構いらっしゃると思いますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいな、なんていうふうに思います。ということで、こちらはですね、公式サイトということで、ANA キュンですね。毎月29日は ANA 感謝の日ということで、いつもね、この公式サイト青いんですけども、今月はね、オレンジみたいですね。 はい。で、今回ですね、ANA キュンで開催されるのは、ANAPay で、銀額マイルキャンペーンですね。で、厳選された特別宿泊プラン。またね、a n a クラブ限定割引クーポンの a n a トラベラーズダイナミックパッケージですね。で、それの海外バージョン。あと、ふるさと納税。 ANA ショッピングモール ANA モールで ANA スタイルのクーポンですねまた空港売店のお買い物で貯まる2.9倍あと ANA マイルスクラブ会員の介護保険に加入するとスカイコインがもらえるキャンペーンっていう風になっておりますでちょっとね厳選して解説させていただきたいなと思うんですけどもこの ANA、ね、感謝の日っていうのは2023年9月の29日24時間限定関西ということで29日の0時きっかりからです、ね、24時 4時間だけ利用することができるキャンペーンっていう風になります一通りねちょっと見させていただいたんですけどもこの ANA ペイのねキャンペーンとかね残念ながらこちら抽選で40名っていう風になりますのでこれは結構ね厳しめですねでこちらですね今回のねメインと言って、えー 過言ではないと思うんですけども、マイルでお得、国内旅行、減額マイルキャンペーンということで、えー、こちらね、ANA はね、毎週、今週のね、特旅マイルキャンペーンっていうのをやっているんですけども、それとは別にですね、9月の29日、1日限定で、11月登場分の中四国でいいのかな、えー、九州、沖縄方面の一部路線がお得に秋旅行におすすめですということで、こちらね、一例が出てると思うんですけども、伊丹、福岡、6000マイルが2900マイル。すごいですね。で 東京、広島が4900マイル、羽田、沖縄が中上9000マイルのところが5900マイルということで非常にいいですよね。 いやね、今週の特マイルキャンペーンよりもね、こちらの A 年感謝の日の方が、下がる率はね、高いっていう風になっておりますんで、これはすごいですよね。またね、東京沖縄路線入っているっていう風になりますんで、こちらね、11月いっぱいになるわけなんですけども、狙いたい方はですね、かなり多いのではないのかな、なんていう風に思います。で、販売期間ですね、9月の29日の0時から23時59分、登場期間は11月の1日から11月の30日っていう風に、 になりますで対象路線がですね国内線特典航空券中四国九州沖縄発着の一部の路線っていうふうになりますですので今回の対象路線ねこちらだけっていうふうになっておりますのでこの点はね注意してくださいで1区間あたりの必要マイル数になるわけなんですけども0から300マイル区間が通常6000マイルのとこが2900マイル301マイル区 から800マイル区間のところが7500マイルが4900マイル。801から1000マイル区間のところが9000マイルのところが5900マイル。1001から2000マイル区間のところが通常1万マイルのところが6900マイルということで、で、対象路線ね、詳しいのがね、こちらに記載されておりまして、中四国発着ということで、広島とか岡山とかもね、対象になっておりまして、九州発着は 福岡、長崎、宮崎、熊本とかね、かなり多くね、対象路線入ってますね。非常にいいですね。で、沖縄路線ということで、東京から沖縄もありますけども、東京から宮古とかもね、あるんですよね。ですんで、ここは多分1万、ここはね、多分6900マイルになると思うんですけども、 いや、東京から宮古島路線とかもあるんですね。いやー、めちゃくちゃいいな。で、沖縄も関西から那覇、えー、関西から石垣とかね、名古屋から那覇、新潟から那覇、鹿児島から那覇、福岡から那覇、えー、那覇から宮古,宮古、えー、那覇から石垣ということで、本当にね、沖縄発着路線もですね、かなりね、えー、たくさんのね、対象路線入っているっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですね。 はい、こういった形になっておりますんで、まあ必要マイル数はですね、まあ発着場所によってね、え変わるわけなんですけれども、まあこのね、いつもね、このマイル数であれば、このね、 9月の29日だけはこの下のね、マイル数が適用になるっていう風になりますんで、いやね、11月いっぱいにはなりますけども、かなりね、減額マイルキャンペーンね、魅力っていう風になっておりますんで、こちらね、9月の29日0時からですね、予約開始になるっていう風になりますんで、ぜひね、皆さん、チェックね、していただければな、なんていう風に思うんですよね。それではですね、対象路線ね、まあ、こういった感じで、中国発着のね、対象路線があるんですけども、 必要マイルスがねちょっと書いてなかったんで私の方でね出させていただきましたこちらはね中国発着便でどれでねちょっとねあの統一すればいいか分かんなかったんでもうあの公式サイトの通りですねこの中国発着便であの乗っている順でね記載しておりますですのでこれがね中国発着便の、まあ、必要マイル数っていうふうになりましてこれがね減額マイルになったマイル数っていうふうになりますのでまあ、このマイルで、えー、予約することができるっていった形になりますこれがね中国発着ということでまあ、必要であればね拭い ちょっと取っといていただければなと思いますでこちらはね九州発着ですね羽田福岡とかねありますけれども4900マイルいやーいいですよねはいこういった形になっておりますでこちらが沖縄路線ですね羽田那覇とかね5900マイル羽田都6900マイルっていう風になりますのでかなりねいいのではないのかななんていうふうに思いますのでぜひねチェックしていただければなと 思います。で、今ね、ジャルの方でね、タイムセールやっておりますよね。で、えー、対象路線ね、一部入っているわけなんですけども、このね、沖縄とかね、見ていただくと、まあ、こちらね、同じ、えー、11月1日からね、30日が、今回のね、対象路線、あの、幻覚マイルキャンペーンの対象路線で、ジャルのタイムセールもね、11月1日から11月30っていうふうになってるわけなんですけども、平日に関してはね、11,160円とかね、結構安い設定がね、まあ、されているわけなんですけども、まあ、これもね、 片道の運賃っていう風になりますんで、まあ、往復したらね、えー、2万円ぐらいはね、えー、超えてくるっていう風になりますんで、日付等々でね、比較はしていただければなぁなんていう風に思うんですけども、まあ、片道5900マイルですからね、まあ、往復しても11800マイルですかはい。ですんでね、かなりいいですよね。ぜひね、あの、こちらね、JAL のタイムセールとも比較しつつですね、ぜひね、えー、利用していただければなぁなんていう風に思います。いやいいですね。 それでは次にですね、他ね、ちょっと気になったところだけね、見たいなと思うんですけども、こちらのね、厳選されたホテル特別宿泊プランっていうのも、ANA トラベラーズホテルでね、こちら29日1日限定であるみたいなんですけども、こちらね、2023年に新しくオープンしたばかりのホテル、新規ホテルもね、お得なプランでご用意いたしましたということで、これはね、ちょっとね、あの対象のホテルね、公開されておりませんので、今見ることはできないんですけども、これもちょっと気になりますよね。 今年ね、かなり、えー、新しくね、ホテルオープンしておりますんで、もしね、これがお得なプランで利用できるのであればですね、かなりね、魅力的ではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。で、宿泊期間が、えー、10月の1日から2024年の8月の31日ということで、えー、かなりね、長期間、えー、このキャンペーンのね、宿泊期間設けられてるっていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひチェックね、してみていただければな、なんていうふうに思うんですよね。 はい。こういった形になります。まあ、今回ですね、ANA9 ね、毎月29日で、ね、行われておりますけども、やはりね、今回一番ね、メインになるのはね、減額マイルキャンペーンになるかな、なんていうふうに思いますので、JAL のタイムセールとですね、現金比較はね、確実にしていただいてですね、ぜひチェックね、していただければな、と思います。ということで、今回の動画ね、ちょっと簡単な動画にはなってしまったんですけども、今日ね、9月の28日で、この ANA9 ね、予約開始になるの、 今日の0時からっていう風になりますんで、利用されたい方はですね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていう風に思います。ということで、今回の動画はね、ちょっと簡単にはなってしまいましたけども、こんな感じで終わりたいなと思います。この上らに立っった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやってますんで、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。